カレーにオリーブオイル合うんかな。まあ私オリーブオイルといえば早見もこみちとしか思ってないんやけどさ。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。あ、今回もそっか、何も届いてないんか。ねえ、アイル。やあ、今日はお外で遊ぶのにぴったりのお天気だね、にゃ。ところで、どんなご用？何か聞かせて。ねえ、アイラちゃん、僕のこの服、どう思う？んー、いいと思う。かわいいね。かっこいいの方が嬉しいかな。でもかわいい。かわいい？そんな、女の子じゃないんだから。でも褒めてくれてありがとう、にゃ。なんかすごい百面相やね。面白いよ、アイル。なんかその辺で誰かさっき歩きおらんかった。美咲ちゃん、何しよん？あら、皆さん、今日も楽しく過ごしましょうね。なんね。そういえば、私に何かご用ですか？話しに来たよ。最近、お部屋のインテリアのことについて、本で調べてるんですけど、やっぱりこういうのって、センスのいい方にご相談するのが一番だと思うんです。もしよろしければ、私のお部屋見に来ていただけませんか？今から？いいよ、別に。よかった。では今日の1時以降ならいつか都合いいですか？うん、都合良くない。あら、そうなんですか？残念ですけど、また今度時間があったら遊びに来てくださいね、なんね。今だって別にさ、村に穴を掘ってるだけなら大丈夫なんじゃないかと思うんだけど。緊急告知。本日、幻の1のランプが緊急入荷。ご来店お待ちしてます。豆粒デパート。1のランプやって。私の家にあるのは6のランプやね。1から何番まであるん？ 1 から9番まで。あ、0から9番までってことかな。なんてことだよ。せっかくさっきから穴を避けて避けて避けて生きよったのに、ちょうど落とし穴のやつにだけはまるっていう。ん？なんか今日穴の数多くない？花輪？花輪じゃねえわ。埴輪かな。多分そうやね。雪が降ったけん。ねえ、巻きバスター。あ、アイラちゃん。こんにちは、は。そういえばどうしたの？話しに来たよ。あー、早くクリスマスにならないかな。もうワクワクして落ち着かないよ。ちなみに今年のプレゼントは色で言うとやっぱ黄色いのがいいな。黄色いの。でも今着てる服はオレンジなんだけどね。黄色いのやって、黄色いの。ぐるみんぐるみん。ぐるみんも結構お楽しみにしとったりする？あゆぴー、元気そうだね、は。それで何か用かな？おしゃべりしよう。ねえ、あゆぴー、テーブルランプに興味ないかな？この前気になるものをいろいろ買いだめしたんだけど、結局必要なくなっちゃってさ。一つ余っちゃってるんだけど、よければ768ベリで買ってくれない？え？いいけどさ。あゆぴーならそう言ってくれると思ったよ。じゃあ早速渡すね。テーブルランプでしょ？テーブルランプを買いだめしたの？そんな消耗品じゃないと思うけど。サンキュー、またよろしくね、は。別にね、あの中の電球とかを変えればいいだけなんじゃないかなと私は思うんだけど、どうだろう。ね、一つ余っちゃったテーブルランプとか、そんな会話聞いたことないわ。あ、みぞれちゃん、家の中おりやん。お邪魔しまーす。大丈夫？風邪ひいて寝込んどるわけじゃないみたいやね。あゆっちじゃん。遊びに来てくれたんだ、は。てか、どうしたの？世間話でも。あたいの部屋どう思う？なんか物足りないんだよね。サラダバーをやめて他の置いたら良さそうなんだけど、どんなのがいいんだろう。大きさが同じだったらどんなのでも OK だからさ。あゆっち、もしいい感じの見つけたら持ってきてもらえると嬉しいな。サラダバーってこれよね。結構なデカさだな。結構なデカさなんだけど。多分、テーブルランプそんなでかくないし。まあ、いいのがあればね。じゃあちょっととりあえず、オートキャンプ場に様子を見に行こうか。さて今日は、お、亀山さんや、亀山さん。ん？なんかタンバリン持って。なんかこのタンバリンあれじゃない？時計みたい。気のせいかな。なんか時計の針みたいのについてる気が。気のせいかもしれない。お邪魔しまーす。
絶対こんなん落ち着かんよね。壁紙とか床とか。いやいや、お邪魔してますよ。この村とってもいいんじゃない？ありがとう。このちょっと水滴が乗っとる感じがいいと思う。あとこの足元のわさわさするのも好き。あ、寝転んだ。どうもどうも。近頃は無償食料にする研究が進んでいるらしいけど、おじさんそういうのは嫌だな。食べるのは専門家に任せておいてほしいんだよね。あ、なるほど。自分の取り分がなくなるからやめろと。虫なんて食べるなんてってことじゃないんやね。いやいや、虫取りははかどってるかな。虫取り大会を楽しみにしてるからね。虫取りははかどってるかなって何？今から捕まえておけよってこと？虫を食料にね、なんか完璧にわからんようにしてくれたらいいけど、なんかちょっと嫌よね。蜂の子とかさ、なんか嫌やもん、イナゴの唐揚げとか。なんか気持ち悪いもん。虫取りはかどってないよ。だって虫取りなんてしてないもの、私。なんか今鳥が旅立っていった。てかそんなんしよったらさ、鳥集まってこんくない？ねえ。あれ、この鳥旅立たん。これ使ったら旅立つかな。あ、旅立った。旅立ったわ。この子は寝転んだら旅立つ。なるほど。あ、やっぱり雪の日じゃないとキャンプファイヤーはなってないんよね。ほら、普通に何もない。シーンって感じ。今日はなんでそんなにノリノリなんだ、パニエルさんは。まあ、楽しそうなのはいいんだけどさ。何よりなんだけども。ほい、それじゃあ、ちょっと、師匠のところに差し入れんでも行こうかな。その辺に私なんか落としてなかった？もう落ちてないかな。もう落ちてないとかそういうのもおかしいけど。何かしらその辺に落としとったと思うんやけど、もう全部拾った？あ、あるある。オレンジ。よし。じゃあ今日の差し入れはこれで決定ね。オッケーオッケー。あと一列でもう、ネタ帳も全部埋まるけんね。ちょっと楽しみ。埋まっても何も起こらないとかないよね。お、アザラクさん、ヤッホー。あら、エナちゃん。今日はあなたに会いに来た。わけじゃなくて、買い物に来たのよ。びっくりした？私に会いに来たでいいじゃん。ねえ、クリスチーヌ。あ、アイナちゃん。ここに来れば会える気がしたんだよね。クリスチーヌは素直だね。かわいいかわいい。あ、タヌキハウジングに入っていきよった。そうじゃなくって、クラブ師匠に行きたいの。どうもどうも、師匠。おっと、今日はまだオープンしないよ。こんな時間にどうしたの？差し入れです。え、そうなの？嬉しいな。何を持ってきてくれたのかな？今日は、オレンジです。お、何かな？ほい、どうぞ。オレンジか。早速いただきまーす。どう？ふぅ、満足。いやー、ありがとね。僕も何かお礼しないとね。そうだな。じゃあ今日はあのネタを見てもらおうかな。よし、じゃあちょっと準備するから楽しみに待っててね。なんだなんだ？はい、どうもどうも、師匠でございます。え、のネタ、じゃんじゃんじゃーん。あのね、だらしのない格好をした人っているよね。僕の息子もそうなんだけど、ファッションだかなんだか知らないけど、すごくだらしなく見えるのね。だから注意してやったの。そんな変な格好をせずにちゃんとした服を着なさいって。あ、じゃあ結構大きい思春期ぐらいの子かな。そしたら向こうはムッとして、自分の格好はどうなんだよって口答えしてくるわけ。僕もう呆れちゃって。この服は仕事で使う衣装だから晴れていいんだってズバーンと言ってやったの。そしたら息子のやつ、急に気の毒そうな顔をして。いや、そうじゃなくて、ズボン履けよって。しまった。ズボン履いたままこれでやっちゃった。ミスじゃん。どうだった？この絵のネタを見せるのは初めてだったと思うんだけど。君もこれでまた、持ちネタ増えちゃったね。ネタ帳からじゃんじゃん絵して、絵芸を磨いていってちょうだい。これ一列埋まったら、このネタを見せたのは2回目だと思うんだけど、とかってならんよね。終わりよね。あ、
まだ1列埋まってはなかったんか。最後の1個があったよね。え、すごい。横から見たらわかりやすいかな。ほら、ちゃんとなんかちょっと後ずさりする感じ。じゃあこれを、その辺をうろついていたアイルにでも見せてみようかな。アイルアイル、多分その辺にまだおったやろ、私の家の周りぐらいに。あ、ミサキちゃん、ミサキちゃんでも、え、あ、気づいてくれた。ピコーンってなった。アイルーはー、あ、いた。アイルー、アイルー。ねえねえ、アイルー。うわ、気づいてくれない。それに対しての絵だ。ねえ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 ってば。ねえねえ。見て。お、キラーン。反応はしてくれた。一応なんかこっちに気づくって感じなんやね。ほい、それじゃあ。今日のゆうたろうを、ほい、今日の今日のゆうたろう、え、びっくりした、出てこんなかと思った、壊れたかと思ったよ。パッパラパー、このままだと私ランプに戻ってしまいます。私が乗り移る住民の動物の森のアミーボを下画面にタッチしてくださいってことで、ほい、じゃーん。やあ、ゆな、ご機嫌の曲を聴いてくれるかい？もちろん。とか言ったりすると、ドタケケさんっぽいでしょうかね。さて、あなた様は何をお望みでしょうか？たまには休んだら？まあ、週に一回しか村には来てないけどさ。わかりました。すぐに本物のドタケケさんの心の中に入り込んで、オートキャンプ場に行きたくなるよう働きかけておきますね。では、私はそろそろおいでもさせていただきますが、最後に一つだけ。ランプの正教会からのサービスとして、願いを叶えさせていただいた方へのプレゼントがございます。ふるさとチケットをどうぞお納めくださいませ。では、私はこれで。パッパラパー。まあね、ほら。とたっけ芸能人やけん。芸能犬かな？やっぱ村には週に一回でも、それ以外の日だって、いろんなとこ飛び回りよりやろうしね。疲れとるやろうけん、今日はちょっと、うちの村のオートキャンプ場ででも、ゆっくりしてくださいまし。お、来てる来てる。おー、音符のマークや。入るよー。お邪魔しまーす。おー、え、全然仕事する気満々じゃね。トタケケ、ご機嫌のミュージックを聴かせてくれるさすらいのミュージシャン。キャンピングカーの中で生まれた曲も少なくないらしい。ほら、仕事しおりやん。やあ、お邪魔しているよ。ここのオートキャンプ場はなかなかいいところだね。まあ、落ち着いて仕事ができる？仕事をするんじゃないんだよ。お、開いた開いた。開いたよ。中身はないんかな。キャンプといえばカレーライスだよね。器に盛ったカレーにオリーブオイルをちょっと垂らすのも悪くないよ。カレーにオリーブオイル合うんかな？まあ、私オリーブオイルといえば早見もこみちとしか思ってないんやけどさ。あ、なにこれすごい。あ、これ何 ?DS? これ 3DS じゃない？ほら、ニュー 3DS とトタケケだ。動物のパニポンが入ってる。へぇー。トタケケバージョンもあるよ。すげえすげえ。いいねいいね。一口にキャンプといっても四季折々の楽しみ方があるよね。まあね、春やったら桜を楽しめるやろうし、夏やったら、何？セミの声とか？秋は紅葉やし、冬は何やろ、山の雪景色とか？そういう感じですか。キャンプファイヤー。まあ、それは夏でもするか。カバーもしなくはないけど、ライブはオリジナル曲がメインだね。なるほど。カバーっていうのはやっぱり、激アイドルとかそういう。あ、でもセルフカバーになるんかな。キャンプといえばカレーライスだよね。カレーは普段から食べても美味しい。カレーは毎日食べても美味しいよ。トタケケってさ、いつもなんかスマーした顔しとるけど。あ、びっくりしてもなんか、それぐらいの感じなんやね。ね、なんかあんまり驚かん感じ。キャンピングカーに折りたたみ自転車を積んでおいたら何かと便利だろうね。まあ、行った先々でもいろいろできるってことやもんね。ほいで、家具をオーダー。
白いレンガの壁、ミックスウッドの床、DJKK の DJ ブース。あ、ちゃんと DJKK、あ、ほんとや、KK って書いとるやんね。私あれ RR かと思いよった。ニュース 3DS トタケケ、BU、アーバンケケ、考え中、ギターケース。あ、中お金が入っとる。なるほどね、路上ライブとかやった時にお金を入れてもらうってことや。銀縁ミニテーブル、ケケジャズ、ケケソング、茶色のソファー。なるほど。じゃあちょっと DJ ケケの DJ ブースと、あとはニュース 3DS トタケケ。この二つでいいかな。うん、オッケーオッケー。じゃあまた来るけんね。ライブはオリジナル曲。トタケケの曲あんま聞きに行ったことないけん、また聞きに行かんといかんね。まあ一回は聞きに行ったと思うけど。うんうん。あ、しかもちょうどパニエルさんがなんか、タンバリン持ってノリよくしよるけんさ、トタケケもそこで歌ってあげればいいのに。まあ、トタケケの曲にタンバリン邪魔かもしれんけど。ね。そういえば今日は、マキバさんとか花子さんに会ってないよ。お二人は一体どこにいらっしゃるんだろうか。あ、そういえばウェンディーもおらんね。え、結構な人数おらんのじゃない？ちょっと。どこに行ったんだみんな。ほら、家にもいないし。今日は特に別に誰も来てないやろ？うん、来てない来てない。マキバさんいつもならこの辺におるんやけどな。おらんね。今日はあれかな？デパートとかの中に買い物に行っとんかな？かもしれんね。お、どうした？どうしたマキバスター？ねえ、あたいプレゼント交換っていうのに焼かれてるんだよね。別に高価なものじゃなくていいんだよ。お互いの余ってるものを出し合うの。絶対面白いと思うからやってみない？は。いいよ、別に。やったー。じゃあ、あたいはマリンボーダーの服エロを出すから、アイナちゃんはテーブルランプを交換出してくれない？指名されるんやね。いいけど、それを出そうと思ってたから。わーい。まあ、よかったよかった。ありがとね。大切にするね。またよろしくね、は。なんかグルミンがいろんなもの買い込むらしいけんさ、グルミンに言ったら多分余ったものとか山ほどあるんじゃないかなって思うよ。ね。本当に今日おらんね。喫茶店とか行ったら誰かおるかな。ちょっと覗いてみよう。ん、今日も誰もいない。ごめんね。こないだ買ったから今日はいいや。決して冷やかしできたわけではないのだけれど。ね、みんなの行方を探しにちょっと。そういえば、最近こうやって花がいっぱい増えてきたわけやけど、村の環境の評価は一体どうなっとるやろうね。久々にちょっと聞いてみようかと思います。アイナさんとお疲れ様です。何か相談されたいことはございますか？環境のこと。アイナ村の環境に関するご相談ですね。では、アイナ村衛生委員会による最新の村の評価をご紹介いたします。アイナ村は今、話題の観光スポットとして注目を集め始めていますよ。引き続き、村おこしを進めて頑張ってください。ウッキー。マジか。総評では、生活の豊かさと自然の多さのバランスは取れているものの、全体的な村の印象としては、さらなる発展が望ましい、とのことでした。豊かな自然を保ちつつ、積極的に公共事業を進めて、アイナ村らしさを高めましょう。なるほどね。まあまた公共事業もやっていかんといかんね。でも今結構バランスいいんや。よかったよかった。ほい、それで島の物産品持ち帰りサポート。これは？島の物産品の持ち帰りをサポート。島のお預かりボックスを利用して10個以上の品物を持ち帰った方にふるさとチケット。なるほど。で、サメ釣り、美術品、釣り名人。今日中に終わりそうなもの、今日中にっていうか今からやって終わりそうな感じのものは別にない感じかな。感じ感じってちょっとうるさいけど。みんなは多分あれだね。商店街の方に出て行ったんやと思う。きっとデパートの中とかにおるんよ。ほら、貴重な1のランプとかが入荷されたらしいけん。ね。あ、じゃあ今からちょこちょこっと公共事業を頼んどこっか。頼むぐらいなら大丈夫でしょう。しずえさん。
久々に今日は公共事業をしようと思うよ。へいへい。あ、村長、今日は村長にお仕事のお願いがあります。公共事業で進めていたハンモックの完成を記念してお祝いの式典を開きたいので代表としてご出席ください。なんかもうだいぶ時間経っちゃったから今回はパスでいいんじゃないかな。え、出席していただけないんですか。そんな、村長がいてくださらないと盛り上がりに欠けるんですが。でもまあ村長はお忙しいでしょうから仕方ありませんね。では式典は私が代行で近いうちにやっておきますのでご安心ください。それでは他に何かお手伝いできることはございますか。公共事業。公共事業のお仕事ですね。今回は何をなさいますか。新しい事業。こちらが村民の皆さんからのリクエストになります。さて今回は何をしようかな。金属のベンチおしゃれよね。丸太のベンチもなんかちょっといいなと思うんやけど。ベンチだらけ。時計、モダンな時計、街灯、丸い街灯。なんかな、ハンモックができてやるキャンプファイヤーあるし、松明、枯山水、女神像、石碑、あーなんかいろいろと、ベル。え、よくないなんか。かかし、稲干し、囲い。囲いをして、その中に稲干しとかかしっていうのはいいな。待合所、消火栓。なんかいろいろとあるんだな。ねえ、いろいろとあるね。くぐるアート。ハートなイルミネーション。ハートなイルミネーション。イルミネーションなアーチ。わー、なんかな。なんか、なんかめっちゃいい風車とか。灯台。タワー、ピラミッド。じゃあちょっとイルミネーションなアーチでも。イルミネーションのアーチの公共事業に取り組みますか。やります。かしこまりました。ではこれから早速建設する場所を探しに行きましょう。ではアイガ村長、イルミネーションのアーチを作る場所へ案内お願いします。じゃあね、イルミネーションのアーチはどのあたりにしよっかな。あっこのベンチのとこって思ったんやけど、なんか市役所の真ん前っていうのもなんかな。この辺とかは橋のとことかできんのかな。ここは、はい村長、イルミネーションのアーチを作る場所はこの辺りでよろしいですか。うん、ここはどう。そうですね、ここはすぐ近くに椅子作りの橋があるのでスペース的に作るのが難しそうです。なんでやねん。今回はイルミネーションのアーチを作りますので、今村長が立っている位置から左右に2ずつ、奥に2ぐらいの空き地があれば OK です。ただし、他の建物や設備と隣り合うような場合は、もう少し余裕を見ていただいた方が良いと思います。まあじゃあその条件でもうちょっと歩いてみるよ。絶対さ、あの橋のね、こう、渡った側、両方に置いとったら絶対綺麗やと思うんやけど。分かってないな、静江さん。分かってないな。ここも木が邪魔とか言うんやろうな、多分。じゃああっちのベンチの方かな、やっぱり。あ、それか入り口の方もまあ多分無理だろうなと思うけん。じゃあまあそうやね、やっぱりあっちのベンチの方かな。私の家の前とかでも全然いいけど、きらびやかで。ここはどう、できる。この辺にしたらできるかな。どうでしょう。はい村長、イルミネーションのアーチを作る場所は、この辺りでどうすか。はい、ここならバッチリだと思います。完成した後のイメージはこんな感じでしょうか。ちょっとずれてるかもしれんけど。あー、ずれてる。もうちょっと。私が今立っとる場所そのまんまになるってことかな。他にいい場所、この辺。じゃあこの辺で。これでどんな感じになる。もう一回ちょっと完成図を。お見せくださいまし。姿勢さんがおる位置ってことじゃないよね。なんか微妙にずれとるって。ちょっと待って、もう一回。ちょっとこの辺、こう行けばいい。どうだ、こう。ちょっと待って、こうやろ。あー、まっすぐ歩きたい。この辺りだ。わからんけど。どうすか、ここ。この辺りで。
近づきすぎって言われる？もしかして。あー、ここならバッチリ。うん、どんな感じ、どんな感じ。どうしてもなんか、真ん中にはいけんのかな。まあじゃあここでいいよ。微妙にずれてるけど。許そう。わかりました。では早速工事の手配をしますね。はい、お待たせしました。こちらがイルミネーションのアーチを作るためのカンパを集めてくれる埴輪くんです。寄付が集まって、ここにイルミネーションのアーチが完成する日が待ち遠しいですね。では私は役場に戻ります。あ、村長はわざわざお戻りいただかなくて大丈夫ですよ。それじゃあお先に失礼します。もうちょっと綺麗にここに行かんもんかな。まあそっか、だってこのベンチが多分この2マス分やって、このアーチが3つ分やけん、まあ、どうしてもこうなるんか。バランス悪いな。バランス超悪いな。こんにちはでございます。ただいまイルミネーションのアーチを作るための募金をしております。目標の14万8000ベルか。まあ、また今度入れとくよ。ほい、ということで、久々の公共事業も開始したところだし、ほい。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ああやってさ、せっかく休みをもらっても、その休みで行った先で仕事しよるってどうなんやろうね。